バージョン 1.1 の後半のピックアップが来ますね。勝利先生と星4の体験使い3人がピックアップされます。で、私は原神のキャラクターの中ではレザーが一番好きで、まあそのもちろんね、好感度も10まで上げてるんですけど、どうですかね皆さん、レザーは持ってますか？伝説任務でね、レザーと絡んだことはあっても、わーなんかガチャでレザーだけは持ってねえんだよっていう人も結構いると思うんですよ。で、そうした中でね、今回のピックアップっていうのはレザーを手に入れられる一大チャンスということで、私もね、今までレザーの動画何本か上げてきましたけど、今回はね、そのピックアップでみんながレザーをゲットするチャンスだということで気合を入れた動画を出していきたいなと思います。でね、レザーはその原神のね、超伝導の仕組みとかをちゃんと理解していけば1万ダメージは平気で叩き出せますし、もう私の知ってる方でね、もう通常攻撃2万ダメージを叩き出してるレザー使いもいますので、結構ね、伸びしろもあります。伸びしろっていうか、もう将来性マシマシなキャラですので、ぜひぜひ最後まで見ていってください。はい、ではまず最初にね、レザーが探索面でかなり有用なキャラクターであるということをね、紹介したいなと思います。レザーのね、固有テンプもこれ多分何回も今まで話してきたんですが、この翻弄という効果は本当に原神やっていく上で優秀な効果になります。走るとき、レザーをチームに刺すだけで走るスタミナと、走るときに使うスタミナが 20% 減るっていう効果ですね。で、もちろんね、翻弄っていう効果は探索でも生きるんですけど、こうやってね、トワリンの終点のフィナーレの効果が発動してね、やべえ、避けなきゃとか言って相手のボスの攻撃を走るときももちろん適用されますし、タルタリアのね、クジラアタックからね、逃げるときもこのスキルはちゃんと活躍しますので、皆さんぜひぜひ翻弄を使ってみてください。そのね、走るという行為そのものをね、肯定するパッシブ効果ですので、もう腐ることは絶対にないと思っています。さらにね、レザーは体験持ちですので、もちろん岩スライムのね、シールドに対しても打点がありますし、氷スライムのシールドにも打点があります。さらにね、ヒルチャール、岩の王のこの岩元素付着の強化状態に対してもダメージを与えることができるので、かなりね、その活躍の出番は多いですね。さらにね、雷元素アタッカーですので、炎、水、氷、3種類のね、アーシールドを持つアビスの魔術師のシールドに対しても打点があったりします。元素爆発を使えばね、雷元素が全ての攻撃に追従するので、かなり効率よくアビスたちのね、シールドを溶かすことができたりします。さらにね、レザーの元素スキルの長押しは、あの半球状の範囲攻撃なんですけど、そこに水晶とか鉱石があった場合はね、一撃でこんな感じで採掘を終わらせることができたりするので、まあ、ピッケルなんて言われたりしますが、まあ、否定はできないですね。ただ探索ではかなり有用なことは間違いないです。はい、それではお待たせしました。レザーのね、戦闘面についてのお話をさせてください。通常攻撃はね、普通の4段攻撃となっています。まあ、ノエルと同じモーションですね。で、元素スキルが1回押しと長押しの使い分けができて、鋭い爪と総雷っていう名前ですね。鋭い爪がこの爪の一撃です。で、この鋭い爪を当てると、雷の弾がレザーの周りで、ふよふよします。これがね、あるとね、レザーはね、元素チャージ効率が1つにつき 20% 高くなるんですね。で、18秒持続して2回目を当てると2個目を取得します。こんな感じ。今だから、今元素チャージ効率プラス 40% かな。で、3回目を当てると、これでマックスです。レザーは現在元素チャージ効率がプラス 60% になってます。で、長押しのね、この総雷っていうスキルなんですが、範囲攻撃をぶちかましてます。で、今雷の弾がなくなりましたよね。そうです。この長押しスキルを使うと、雷の弾をなくす代わりに直接ね、雷の弾を吸収して自分のね、元素オーブにね、回収させます。1つにつき5なので、今3つ分全部レザーに吸収したので、元素が15溜まったわけです。こんな感じでね、レザーは元素をチャージしやすいキャラクターですので、元素爆発をね、結構元素爆発に必要なエネルギーは80なんですけど、元素爆発を連発しやすいキャラクターとなっています。最後に元素爆発なんですが、元素爆発はこちら、ライがですね、自分の後ろに狼のルピカを召喚します。この間レザーの通常攻撃はそのままなんですが、後ろにね、ルピカの雷属性の爪の斬撃が追従します。で、しかも攻撃がマシンガンみたいに速いですよね。 40% 攻撃速度が大体上がります。テンプレベルにもよりますけど、大体 40% かな。で、注意点があって、発動中にキャラクターを切り替えると元素爆発が終わってしまうので、まあレザーはね、元素爆発中は出しっぱで戦うことになるのが注意点ですね。はい、で、なんでレザーがこれだけ強いって言われてるかなんですけど、その盾明かしをすると、そのね、キャラクターは限界突破させた時に伸びる能力っていうのが、固有で伸びるステータスっていうのがあります。例えばディルックだと、限界突破させるたびにね、会心率が上がったりするんですよね。で、タルタリアの場合は水元素ダメージバフですし、ウェンティの場合は元素チャージ効率のように、結構キャラ固有で伸びるステータスっていうのはまちまちだったりしています。
で、レザーの場合は、それが物理ダメージバフっていう、結構ね、ダメージバフってかなり優秀なんですが、レザーはそれが物理に特化してます。で、レザーの物理ダメージバフにダメージバフは、その元素爆発使った時にね、結構通常攻撃そのまま残ってましたよね。通常攻撃に 1.4 倍のスピードになる通常攻撃に、その物理ダメージバフが適用されるので、かなりね、ダメージを出せるキャラクターとなっているわけです。はい、それでは生物についてお話しさせてください。レザーはね、その自分の元々の固有のステータスが物理ダメージバフなので、まあ、物理を伸ばしてあげるといいでしょうね。なので生物のセット効果は剣闘士のフィナーレが最も適していると思います。まあ、雷のような怒りセットでも、まあ、雷元素キャラクターなので相性悪いことはないですけど、まあ、ちょっとね、なんか両物理ダメージバフ持ってんのに両方を伸ばしてて、なんかちょっとどっちつかずだなって感じがするので、やっぱ得意を伸ばしてあげる方針でいきましょう。剣闘士のフィナーレのね、4セットを強くおすすめします。生物ね、メインステータス一個一個見ていきましょう。まず花はメインステータス HP 確定だからいいかな。羽も攻撃力実数値確定なのでいいでしょう。で、砂時計はね、レザーその元素チャージ効率とか元素熟知とかでも全然いいんですけど、やっぱりね、元素チャージ効率は自分で元素チャージ効率 20%、40%、60% って上げられるし、あんまありがたみも感じないので、まあ、攻撃力に振るのがいいかなと思います。元素熟知上げてもいいですけど、まあ風元素キャラクターでもないしな、攻撃力のこの砂時計が一番いいと思います。で、杯です。これは物理ダメージバフ一択でございます。ここ絶対妥協しないでください。4セットはこの杯以外で揃えてでもいいので、この物理ダメージバフは絶対確保しましょう。得意を伸ばしてあげる方針な。で、冠は会心率か会心ダメージを伸ばすようにしましょう。なので、会心率と会心ダメージはどっちをどれだけ盛ればいいのかなっていうのは、ちょっと私も他でね、他の別の動画で詳しく解説しておりますので、ちょっとそちらをね、参考にしていただけたらなと思います。露骨な宣伝です。失礼します。はい、次に武器について紹介させてください。武器、レザーはね、その元素スキルも元素爆発もバランスよく使っていくアタッカーなので、正直ね、相性悪い武器は存在しないです。なので、まあレアリティが高い武器からね、使っていけばいいのではないかと思います。まあ、星5のね、狼の末路天空の劇でもいいですし、星4の気候体験でもって雷元素キャラクターですから、このアメサイも相性いいでしょう。ね、その元素チャージ効率上がるし、元素スキルもノックルダイムをリセットするこのサイレンの体験もね、別に腐ってるところは何一つないです。で、地味に、まあ、で、この古化試作もね、かなりなかなか相性が良くて、この 300% の追加ダメージって白ダメージなので、実はね、レザーの物理ダメージバフが乗ります。なので他の体験使いよりはね、この古化試作レザーかなり相性がいいのではないでしょうか。デザイン的にもね、まあ、色合いが合ってるしいいかな。で、あと、まあ、星4武器いいの1個も持ってねえよっていう方は、この飛天大蜜剣をおすすめします。このね、宝箱から出てくる体験ですから、貫突もさせやすいですし、しかもね、物理ダメージバフが伸びる、まあ、体験ですから、これつけていくだけでね、レザーの強みがさらに伸びます。正直ね、まあ、レザーに持たせる分には星4武器レベルで火力が伸びますので、この飛天大蜜剣もね、かなり強くおすすめしています。で、レザーのような物理アタッカーを使うときに必ずマスターしなくちゃいけないのが超電導反応ですね。何もない通常攻撃1段目で、あ、クリティカル出ちゃった。よいしょ、1段目、クリティカル出ちゃった。1段目、4705ダメージですよね。ただ、ここに氷元素と雷元素を混ぜた超電導効果を発動させると、ちょっと動かないでほしいな。これで氷元素入れて、はい、これで超電導が起きます。超電導効果はね、相手の物理耐性を 40% 下げるっていう効果なので、見ましたか、5809ダメージにダメージ伸びましたよね。こんな感じで相手のね、物理耐性を 40% 下げることで、かなり気違いじみた火力を出すことができます。 40% すごいよ。で、しかも継続時間はね、12秒間ですので、結構長持ちしてます。で、さっきのデッドエージェントのような人型キャラクターっていうのは、もともと物理耐性が低いので、まあ超電導ダメージ伸びてたけど、あんま恩恵感じなかったっしょ。ただね、このゴーレムみたいな物理耐性が高いキャラはね、かなり超電導がでかいんですよ。見ててください。通常1段、2144。だけど、ここに超電導を発動させると、物理耐性が 40% でね、3860ダメージということで、ダメージ 1.5 倍以上大きくなりましたよね。やばいっすよ、1万ダメージが。物理防御力の高いゴーレムに対してね、1万ダメージ入るっていうこと自体がね。こんな感じでね、相手の物理耐性が高いゴーレム、物理攻撃全然効かないゴーレムですけど、それに対してね、超電導効果を発動させると、ダメージを大きく大きく 1.5 倍ですからね、それぐらいね、大きくダメージを伸ばすことができるので、かなりおすすめです。はい、ではね、レザーと相性のいいキャラクターを紹介していきます。で、レザーと絶対に組ませなくちゃいけないのが、この氷元素キャラクターですね。この超電導効果により物理耐性マイナス 40% っていうとんでもない効果は、やっぱりね、レザーの
攻撃面では生命線になってくるので、その超伝導を起こすための氷元素キャラクターは必須と言えますね。一番おすすめはね、7です。7のこの元素スキルは回復のこのエンジンを展開するんですけど、このくるくる回るたびに氷元素をね、氷元素攻撃があります。で、まあ、15秒間持続して、その15秒間持続した氷元素とレザーのね、雷レザーの超伝導効果12秒ですので、27秒間ずっとずっと相手でも超伝導に陥れることができますので、かなり相性いいかな。回復もできるしね。ヨナもいいでしょう。スキルのクールタイム6秒かな、6秒でスキルクールタイム打てますし、シールドも晴れて回復もできる。相性が悪いわけないです。ガイアもね、クールタイムが、氷のこのスキルクールタイムが6秒なので、超伝導も起こしやすくいいでしょう。でね、超運だけちょっとミスマッチかな。この元素スキルで展開するこの氷のフィールドなんですけど、通常攻撃がね全部氷元素をまといます。このエンジンの上で戦うとね。で、超伝導発動しやすくていいじゃないってなるんですけど、レザーの場合ね、このエンジンの中で戦うと、その通常攻撃が氷属性になって物理ダメージバフの適用外になってしまいますので、火力が落ちるっていう謎現象が起きます。だから一回氷元素まとった攻撃当てて超伝導発動させたら外で戦うっていう、なんかちょっとね変な戦い方をしなくちゃいけなくなるので、まあ、そこの点だけねちょっとミスマッチかな。相性悪いわけじゃないんですけどね、ちょっと戦いにくいぐらいなので、まあ、ちょっとね心に留めておくようにしてください。はい、さらにね相性のいいキャラクター紹介続きます。レザーの元素爆発はねかなり強力でいいんですけど、出しっぱで戦うことを強いられます。っていうのもキャラ切り替えると元素爆発が終わっちまうからですね。なのでこのねバーバラの水のリングとかは相性いいでしょう。キャラクター切り替えてもレザーをずっとアシストし続けられるので相性いいと言えます。ゆくあきもそうだね。アメスダリの剣はこうやってレザーの援護できますし、元素爆発もねレザーの援護ができるでしょう。でタルタリアはじゃあ援護できるとこどこもねえじゃねえかって話なんですけど、タルタリアはこのね固有テンプのブゲーマスターっていうインチキ固有テンプがあって、チーム全員の通常攻撃をプラスレベル1します。なのでタルタリアを入れてるとねレザーの固有テンプのレベルが1上がります。まあ1上がると大体ですけど、まあ、火力ね 1.1 倍、まあ、ちょっと思ったかな、まあ、1.1 倍弱そのテンプレベルが1上がるだけで通常攻撃の火力は上がるので、タルタリアをチームに刺すだけでレザーは火力が上がるというちょっとねインチキ効果があります。まあ、スキル自体はね相性いいってわけじゃないんですけど、まあ、レザーのねその強みである通常攻撃の火力を伸ばせるっていう点はかなりチームに入れるだけでいいからねインチキと言えますね。なのでタルタリアはかなりレザーと相性いいです。はい、さらにいきます。クレイもね相性が良くて、このポンポン爆弾で散らばるブービートラップをね踏ませることでね炎元素を確保できるんで、レザーで戦いながらね元素爆発使って戦いながらねその過負荷反応を起こしていけるので相性いいでしょう。ブービートラップいっぱいばらまいてね使っていきます。チャンリーも良くてね、元素爆発使ってからこれで過負荷使いながらずっと戦っていけるのでいいでしょう。でベネフィールドもいいですね。この領域展開内で戦うと攻撃力が上がって戦っていけるんですけど、そのねこれで戦うと過負荷反応の爆発と体験のノックバックでワンチャンエリア外に敵を吹き飛ばしかねないので、そこだけは注意が必要かなと思います。はい、というわけでね超特急になってしまいましたが、レザーの話したいことはまあ一通りざっとは喋ったつもりです。まだまだもっといっぱい話したいことあるんですけどね、まあ、とりあえずは全部一通り話しました。でまあレザー皆さんどうですかね。この動画見てちょっとでも興味持っていただいてね、育ててみようかな、使ってみようかなって思っていただけた方がいたら幸いです。ピッケルとしてでもいいですよ。もう探索パーティーのスタミナ管理要因、翻弄によるスタミナ管理要因、ピッケル要因として使ってもらって構いません。私も最初それがそのつもりでレザー使い始めたのが出会いなんで。でもそうやってレザー使っていくうちに、あなんか育てたいな、なんか元素爆発も気持ちよさそうだなって思って、気がついたらねレベル80になってたっていうのが私の パターンで、もうそれでレザーも一番の相棒ですよ、マイベストフレンドですよ。なので皆さんもぜひぜひあのレザーねパーティーに一回入れてみて使ってみましょう。かなり気に入っていただけるかなと思います。でね、私の動画見てねレザーを使い始めてくださった方にはね、もうできる限りのアフターケアを今後とも動画とかでさせてもらうつもりですので、ぜひぜひその点はご安心ください。育ててね絶対後悔しないキャラクターだと思います。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バージョン 1.1 のね後半のピックアップのガチャの勝利先生も楽しみですし、またね原神の配信とかもやっていくので応援していただけたらなと思います。じゃあまたね、バイバイ。